最初なんか、まあ、悩み事とかなんか問題ってなるね問題があったらまあ問題があった時に、まあ、それにとにかく共感する姿勢を示すっていうことですでそれを使いながら一気にその現場検証ね現実何が起こってるのかっていうところに入っていきます。で まあ相手がいるんだったら自分相手で俯瞰みたいなことやってもいいし何が起こってるのかとかねそのエピソードっていうのを探って具体的エピソードねこれね探ってきますでそれがある程度区切りして本人がすっきりしたりとかってしたら望む未来の方にポンって移りますで本当はここれれがが欲しいんだってこれが10点点でですよね10点の状態でそれができたら今度どうするかっていうともう一回ここの場面の中でリソースここまでどれだけ何段上ってこれてたのか何点分ぐらいできてるのかっていうことに気が付きます。であもう だからあれですよあの、あれでやったのと一緒だよ、あのライフチャートでやってるのと一緒ですよあの、そうですよね。現状聞いて、で、どうなったらいいのって聞いて、今何点なのって聞いて、じゃあ次の当面の目標って何なのって聞いて、で、そのための一歩聞いて、これだけなんですよ、いつも。で、このことをただ丁寧に相手に合わせてやればいいし、自分がちゃんと相手に合わせながらこのステップをリードしていくっていうことをやればいいんです。というか、逆に言うとこれしかできないってことです、基本的には。で、 これの応用バージョンで、あのね、さっき、まあ、まりちゃんと一緒に今度自分の内側のね2人で葛藤してるみたいなことを扱ってみたっていうのをやっただけで,でまずここに自分の内側に、まあ、そもそもここに喧嘩してる自分と、ね、要は頑張ろうと思ってる自分ともう一人ねなんかここで違うんじゃないって言ってる自分がいてここの葛藤があって今ここがクライアントさんとの関係がちょっとこうなってるっていうのが本当はクライアントさんとこうなって、まあ、もう一人の自分ともこうなってみたいなことがあって。で、 じゃあまずどこ目指そうかそのためにできるのは何ってやってるだけなんですから何にも難しいことはないっていうことですであの考え方は全部これだけでこれがえっとソリューションフォーカスの基本的な考え方だしで、えっと、実は平本さんの師匠の一人に野田潤作っていうアドラーのカウンセラーだしお医者さんがいますけれどもあの彼も全く同じことを言ってますアドラー派におけるカウンセリングっていうのはっていう話がありますでちょっとその話をしたいと思います。アドラ派におけるカウンンセリングっっってて何かって言ったら ある場面に適用できないっていうことに対してなんか新しい適用の仕方とか新しいそこの場面での行動パターンっていうのを見つけていくことだということですだから不安なんですって言ったときに不安を解消するっていうことが我々がやりたいことじゃないっていうふうに明確に言ってます不安を感じる生活場面っていうのに対して新しい対処の仕方を見つけるんだっていうことそれが我々がやりたいことだっていうことです 自信がないんですっていう時に一般的にどこでも自信を持てるようにするんじゃないんです自信がなくて何か困ってる具体的な場面っていうのを自分で別の形で対応できるようにするっていうことが大切なんです緊張するんですっていうクライアントが来ますで緊張するクライアントがいつでもどこでも緊張しないようになることを目指したらつらいんです取っかかりもないんですそんな魔法は我々は使いたいとも思ってないし使えるとも思ってないそうじゃなくてえ緊張するって何のこと言ってんのってことですいつ何が起ここっっってててるるとをあなたは緊張って言ってるのです 緊張に関してああれだよねねとトト昔セッションやったことあるよ、ねでね、で緊張するって言うんだけどねあの例えば何かいつ緊張したって,てねこれこれの会議の時にね前で仕切っててプレゼンやって緊張しましたっていうわけでじゃあ会議のシーン再現するでしょで最初の5分ぐらい緊張してるわけでところが途中から話せるようになるっていうわけ。 でなんで話せるようになるのって言ったら相手の人のことがだんだん分かってきたりとかリアクションから相手の状態が分かるとかねで相手の反応っていうのが取れるようになってくると安心してやれるようになるんだっていうわけでそういうののことを緊張って言ってる人もいるわけさでじゃあねあのこのシーンってさらに前はどうなってるのって聞いたらもうみんなが集まってるようなところに大して準備もせずに入っていったってていたシーンなわけもうみんなが集まってるところに対して準備もせずに入っていって知らない人ばっかりだったらそれ緊張して当たり前じゃないですか で、そういう状態っていうのをどうするかって考えればいいわけ。そうすると、実は。もっと準備をしていくっていうのも一つだし、それから。早めに行って、そこの人たちと話をして、ある程度知ってれば、それだけでも緊張しにくくなるっていうのも。わかるわけなんで、緊張っていうのは、なんか一般なので、こういう状況かなと思っても、しょうがないの。クライアントさんが実際に生きてる生活シーンの中で、クライアントさんの行動でありね。それから、クライアントさんの考えることであり、クライアントさんの感情であり、そういうものが、まあ。 入り混じって現象が起こっててそれに対して本人は緊張しがちだとか緊張しやすいって言ってるだけで一人一人起こってることは違うんですよでコーチは相手の言葉に騙されたらだめなんです緊張しがちだから緊張しないようになりたいんですってどうしたら緊張しないようになるんだろうそんなの分かりっこないじゃないですかところがこういう現場でこんなことが起こっててこれが困ってるんですって言ったらじゃあそれがどうなればいいのそのためにすでにできてることは何うまくいくときはどんなときじゃあほかにできそうなことはどんなことっていうのをやっていくのは 私たちだから具体的な場面に入ってそれをどうなったら本当はいいのそのためにできそうなことは何なのってやったらできることいっぱいあるのに一般的に問題解決しようとするからおかしくなるのでクライアントさんもそうなんです緊張しがちだから緊張しない自分に一瞬でなりたいと思うけどそんなことはできないんですよ毎回シチュエーションが違うし毎回いろんなことが起こるからです。で クライアントさんによってはねいやいやその場面で対応できるだけになるだけじゃ困るんですと他の時もできるようになりたいんですって言うんだけど1個やってそこから学びましょうっていうのが僕の答えなわけ1個やってそこから学んで自分でできるようになって自信ができてで現実の変え方が分かったら応用が利くようになるからまずは1個の具体的なケースを解決するってことをやりましょうってことなんですで自信をつけて他のケースも解決しましょうだし実際に 1> 1個のケースを解決でできたらら自信もつくからそれだけでねやっぱりもうなんかあんまりぐちゃぐちちゃゃ考えななくてもももも他のものもやれるるようになったりりすすこともありますだから勇気を持って我々はまず一個の具体的なケースっていうのを入り口にして現場検証してそれがどうなったらいいか自分がコントロールできるところは何かを学んで学んだだけじゃなくて実行して手応えを少しでも感じてでさらにそれを応用していきましょうっていう問題解決の仕方をするっていうことです。 であのこれが我々の考え方ねだからあの野田の作という人はカウンセリングというのはその具体的な生活場面の中でね生活場面の中での,その今クライアントが困ってる具体的な困りごとっていうのを出してそれに対して新しく適用できるように別のやり方で適用できるようになるとか別の行動パターンで望む未来に近づいていけるようにはコントロールできるようになるそこを作っていくのがカウンセリングなんだというふうに野田の作は言ってるわけですでそれはあの全く私も考えは一緒ですで平本さんも一緒ですで 具体的なケースでねあの野田淳作が説明をしてくれましたこんなあの説明です。えー、でそれは何かと,と例えばこういうのがねあの旦那さんがねというかね男の人が、えー、カウンセリング受けにやってきましたのでもう妻が許せないんだと。でもうあいつはとにかくいいか減なやつでねでもう出たっきり帰ってこないんだとこういうわけです。で出たっきり帰ってこないんだっていう奥さんのことをね 聞いた瞬間にね我々の思考の中で勝手に想像が始まるわけですよ。出たっきり帰ってこないでどんなことなんだろうかっていうことに関してどんなことだろうじゃなくてもう決め打ちで始まるわけこんなタイプの奥さんじゃないかとか旦那さんのこの喋り具合からすると奥さんに対してこんなこと旦那さん言ったりやったりしてるんじゃなかろうかとかでいろんなこと思考が働くわけです。で勝手にその人のことを評価判断したりとか解釈をしたりとかしようとします。でそれは人間の自然な心の動きだから別にダメだとは言いません。 白紙で聞くっていうのは全く評価判断しないで聞くってことじゃないです。評価判断してる自分に気がついてそれを脇に置こうとするっていうことです。自分が白紙になろうと思ったら無理です。クライアントの前に白紙を置いてあげてください。自由に書かせてください。勝手に絵を書かないでください。話を聞いて勝手に自分のイメージの中で心のキャンバスにその現場の場面っていうのを書かないでくださいっていうことです。書くのはあなたの仕事じゃないです。クライアントに書いてもらってくださいということです。いい私たちは クライアントが、ね、やってきてきこういうわけですいやもう本当に妻が、ねえー、もう出たきりで帰ってこなくて本当にいい加減なんですあんなやつ許せませんと腹が立ってしょうがないんですと言われるとねこの旦那さんってこういうタイプの人なのかなとか奥さんってこういうタイプの人なのかなとか現場ではこんなことが思ってるのかなって勝手に想像するんですよそれは不正解ですからあなたの想像にすぎませんからいや私も体験したことあるんであなたの体験とその人の体験は違いますから。 一人一宇宙っていうのを覚えててくださいあのもう全く別の宇宙に生きてますから人間はで別の体験をしてるんですだから分かった気にならないでそれがだからあれですよねあの何も分からない知らないんだっていう前提でコミュニケーション取るっていうことですだからえそれって具体的にどういうことなんですかっていうのはどういうことですかって聞くのが基本姿勢になるってことです。 それは相手の世界を探求するためでもあるし同時に自分が勝手なな思いいい込みででワークを進めめよううととしないっていうことのためでもありますもう我々はどんなことでもね「いや分かります頭で分かります」ってなってるけどもう勝手に決めつけてるから思い込んでるからで具体的に話を聞くとああそういうことだったのかっていっぱいあるじゃないですか。でそのことに気がついてそういうもんだと思ってコミュニケーション取らないとすぐ分かった気になってアドバイスしたくなるしすぐ分かった気になってなんかこういうワークやったらよくなるんじゃないかと思います。 現場を我々も理解しないとダメだししかももう一個ですよクライアントさんも分かってないんですクライアントさんも。でこれねこれね「レポート・再レポート」って僕が読んでる図なんですけどあのこのことをよく知っといてもらいたいと思います。えー、と例えば別の事例でいきますよ。えー、とうちのうちの親父は本当にひどいやつなんだ。 ね、うちの親父はひどいやつですでうちの親父は最低ですとこうクライアントが言ったとするじゃないですか僕はその気持ちはわかるので「そうなんですね」ってそれはどういうことですかってもすぐ聞いちゃうけど「あそうなんですか」って言いますであの言うけどどっかでねこう思ってます「うちの親父は本当にひどいやつだ」なんて言い方は本当にひどい言い方だなと思います。でなんででかかってて言ううと、ね、うちの親父は生ままれてから死ぬまで 一瞬の隙もなくひどいやつなんだって誰に対してもどんな時でもひどいやつなんだっていう物言いなんですよそれはそんなことありえないじゃないですかいい人の時もあるんですよ時と場合によっては自分の誤解かもしれない勘違いかもしれないのにもうとにかくひどいやつなんだって言いたいんですよもう少しフェアな言い方は何かっていうとそれだと未来はどうかわかんないってことでちょっとフェアじゃないですか うちの親父は僕に対しては本当にひどかったんですの方がもう少しフェアなんですよ。他の人にとっては分かんないっていうことじゃないですか。でも人間はこういうフェアじゃないというかもうこれ一般化って言ったりしますけど何でもかんでもって言い方をしちゃうし例外を認めずにもういつもこうなんだどう,どういう時もこうなんだこいつはこういう人間なんだって言いたがるんですよ。何でもそうですよ。ああいつはやるる気のある人間なんです違いますよ。<laughs> やる気がある時もあればない時もあるんですよ。 でしょ私は引っ込み思案なんです違いますよそう思う時もあるしそうじゃない時もあるんですよで人間とか世界っていうのはそんな単純なものじゃないけど我々は極めて単純に表現しますしかも自分が見てるものだけで自分の思い込みだけでそれを表現する生き物なんですで本人もそう思っちゃうんです私は勇気がないんです本当にと思うよ全部その人が生きてきた歴史を全部紐解いてみたらその人がチャレンジしたり勇気持ってやったりとかすごいことやったりとか少なくとも他の人に かからら見見てみたらそう見えるることなんん絶対にあるんですよだけどそう思い込んでるしそう言いたいのでだからそれにイエスを出した上で何をしたいか言ったら具体的な現場に行くわけ私たちは現場で体験したことを極めて省略して言葉で表現したりとかそれから極めて誤要はなんかね現場に行って報告レポート書いてくださいって言うとすごいちょっと見たことっていうのを自分の解釈加えていい加減なレポートを書いてくるっていうのが人間なんですよ クライアントが喋ってることは、そういう非常に荒いレポートなんだっていうことを認識しとかないと、クライアントだけじゃないですよ、私たちが喋る言葉もそうです。そういうレポートなんだって認識しとかないと、これに騙されるんですよ。うわ、お父さんひどい人なんだと思うわけ。もしくは、もう帰ってこない、どうしようもないやつなんだと思うわけ。もしくは、こなことないでしょこのこのこの、こういうこと言ってる、この人のほうが悪いんじゃないとか、また別のところで勝手に決めつけるわけ。で、そうじゃないの、われわれが知りたいのは、現場で何が起きてるかなんです。だから、え具体的に何があったんですかとか、その時どんなことがあったんですかって聞くわけ。 例えば「親父は本当にひどいんです」って始まるわけねで「こんな時ひどかったこんな時ひどかった特にどれがつらかったんですかこんな時がつらかった嫌でした」って「ああそうなんですね」って「もしそこが捕まえられたらこういう質問ができるわけそれ以外の時はどうだったんですか」ってやればいいわけ。とか「それ言った時お父さんってどんな気持ちだったんですかね」とかやればいいわけそうすると何が起こるかっていうと「ああそうか親父もそういえばこういう時は優しくしてくれたとかこんなこと言ってくれた時もあった」とかもしくは「ああそうか 親父だってこの時仕事が大変で追い込まれててこんなこと言いたくなかったのかもしれないとか別のことにも気が付く余地が出てくるんですよだから100%受け入れてもらった上で現場に具体的に入っていって自分の本当の気持ちに気が付いたりとかそれから視点を切り替えてみて何かに気が付いたりすると現場の見え方が変わってくるんですよ。もしくはこの1個の現場じゃなくてこの時は大変だったねっじゃあ他の時はどうだったって他の現場に入っていってみたりするとあっ 必ずしも親父はひどいやつだっていうのはフェアな言い方じゃないなとか他の側面もあったなとか親父は親父で苦しんでたんだとかそういうことが分かってくるわけですそうすると親父はひどいやつだっていうレポートが勝手に書き換わるってことですいや親父も大変だったんですねとかなんか親父もコミュニケーション下手くそだったんですねとかいう言い方になるわけですでどっちの方がその人が生きやすいかっていうことですどっちの方が自分が好き人は信頼できる私を貢献できるに近づくかっていうことです でそれが僕が言う「フェア」だっていうことねあの自分が自分が好きとは信頼できる私は貢献できるだしそれから行きたい未来に向かってリソースを持ってることに気が付ける状態になるっていうことだしそもそも何が欲しいのかってことに気が付けることだしでそういうのを現場検証を通じていろいろ気が付きながらレポートを書き直すっていうのをやってるのがコーチの仕事だっていうことです。えー、まずレポート再レポートっていうことについて、えー、隣の方と感想ですどうぞ。